せーの、はい、よー、どうも、かけまるです。本日はですね、祝かけまる3周年記念。この動画がいつ出てるかわかんないんですけど、かけまるはですね、10月10日に初めて動画投稿したんですよ。こちらのね、懐かしい動画を投稿してから今年の10月10日で3周年記念を迎えました。おめでとうございます。3年記念日ですよ。かけまる3歳になりました。なちゃんと一緒だね。なちゃん4歳になって、かけまるは3歳になってから1個差、あんた先輩1個。よかったね。ということで本日は3年記念日を記念して質問コーナーやっていきたいと思います。パン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 、かけまる質問コーナーです。本日はですね、かけまるの公式インスタグラムの方から皆さんにたくさん質問を集めました。質問だけではなく、かけまるに対する偏見も同時に集めました。なので本日は皆さんから集めた質問や偏見、これ全て嘘なしで真実を答えていきたいと思います。 OK、 もしよかったらですね、かけまるの公式のインスタと、あと僕となーちゃんのインスタ、それぞれあるのでぜひフォローしてください。はい、こちらたまにね、皆さんと一緒にやる質問とか募集とかいっぱいするので、またそれぞれのファッションとかもいっぱい載せてるので、ぜひフォローよろしくお願いします。あね、最後なーちゃんさあ一緒にやろうね。ショーかけまる、いきます。超元気な挨拶お願いします。はい、せーの、わー、おー、どうもかけまるです。うぇーあーしゃーやべ、つった、大丈夫か、大丈夫か、おい、大丈夫か、やべ、2個目おい、大丈夫か、あれ、あれ、寝ちゃったあ、クリオシンちゃった、大丈夫か、大丈夫、大丈夫、ナチやった、ガチやった、2個目だね。マジ再発？お前何してんの？続いて、今好きな人いる？これめっちゃ聞かれるな。これめっちゃ聞かれるね。今好きな人は？います。何？いるよ。なんちゃんもいて。俺もいます。じゃあ好きな人言える？誰か言ってみて。せーので言う。せーので言う。3周年だよ。恥ずかしい。3周年だよ。いい？せーの、なーちゃん。は？誰？翔平かい。翔平かい。あ、でも最近翔ちゃんもいるやつ。ちょっと待って、ちょっと恥ずいって恥ずいって。あー、翔ちゃんかな。いや、ここはあえてのあゆむくん。いや、ちょっとそれ別にどうでもいい、それ今俺が一番恥ずい。俺、ななちゃんって言った。もう、キモい。いや、もちろん友達としてね。な、友達じゃないよ、人として。あいろんな意味が。なしは推しが好き。なしは推しが好き。なしえ、なし、俺は、俺なんで言わない。え、好きじゃないから。だってブロックしたいもんね。通帳したい。ちなみにすぐ怒るんだもん。だから怖い。だからブロックしたい。だから通知オフにしたい。本当のことを言ってください。僕はのことは嫌い。友達としては嫌い。人としては大嫌い。って言ってるんですけど、あのカメラ切ると、カチカチリンゴさんちょうだい、カチカチ、カチかわいい、今日ナチブのこのくる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 ナチブなんだって今日言ってた。くるナチね、クルブ。違う、マキブ。マキブだ。マキマキナチョだからマキブね。今日マキブかわいいね。いいね。調子いいね。その髪型の方が好きだけど。反応下手か。ねえ、なんで叩く。続いて、家でカックン DV してそう。すごいじゃん。何が？マジ DV だよ。してねえわ。結構ガチだよ。してねえわ。DV してねえよ。してるよ。してないよ。してるよ。は？いつした？言葉の暴力と匂いの暴力。それはどうしようもないじゃん。DV だと俺したことねえだろ。うん、あー、ごめんごめんごめん、今ボケ。あ、やばい。おい、ガチで DV してると思われる。大丈夫？え？
ねえ、ほんとやめて。俺 DV なんてしないから。ねえ、ほんとやめてよ。DV してると思われたら最悪。あんたよ、一番暴力って。言葉ではたまに強く言うかもしんない。なめんなよ。それは、はい。いいや。嫌だ、この話。ほんとに長くなる。じゃあ、マジでああなるよ、いいの、ね、ああなるの、アレクサンダーなるの、うん、じゃあ、はい、お互いいい関係です。悪口を言い合う、そのくらいの中です。これでいい、なるんです。次なんか、カッチもやお前やんの。次って言ったよ。チュせーの、次続いて、ナナちゃんのハピハピダンス見れますか。見れません。え？だってもうナチが4歳児になっちゃった。3歳児になった。全然3歳じゃん。もう本当に3歳から4歳になったけど、本当にもう一生で最後のハピハピダンスやっていけば。肉離れしちゃったんだよな。で、俺も一緒に戻るから。ワン、ツー、ワン、ツー、せーの。ハピ、ハピ、ハピハピ、ハピ、ハピ、ハピハピ、ハピ、ハピ、ハピハピ。こんな感じのこともやってましたね、昔。でも、ちょ、4歳にはきつい。ちょっと今思ったけど、だいぶ黒歴史じゃない。結構、マジで結構やばい。やめやめ。昔の動画で結構踊ってるんで、過去動画みんな漁ってみてください。せーの、次続いて、はい、なあちゃん、もう誰かと付き合ってそう。なんでそう思うの。まあ、もう結婚指輪事件もありましたし、まあ、言動とかじゃないですか。そう思う。いや、俺はもう思わないけど、まあ、だってもし新しい彼氏に来たら俺に言うでしょ。か、内緒で付き合ってる説もあるな。俺に言わないで。で、2ヶ月ぐらいだったら俺に言うみたいな。怪しいな。確かにね、なあちゃんと誰かと付き合ってる説は 100% 否定はできません。なんで。そんなわかんない。あんただって一人の時間多いじゃん。俺といない時間の方が多いでしょ。その間に何かしてるか僕は知りません。可愛くなったからとか言え。なんでそう思うのかな。理由がありまして、うん、そう思った理由が、あの、俺と別れてから可愛くなってんの。しかも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 最近さらに可愛くなった。そのね、髪のイメチェンしたやん。これ最近やるやん。これドタイプ。どこできたから髪型変えたんだろう。メイクもヘアセットも全部京都ダメ。あなた好みの可愛い女になりたいわ。付き合ってません。え、付き合ってませんか。なちゃん彼氏オーディションしようかな。なちゃん彼氏オーディションしたらさ、めっちゃ集まると思うけど。しかもイケメンがやる。絶対集まると思う。やりたいな。やどうよ。それから俺が、じゃんけんは、はい、顔がガンちゃん、はい、体もガンちゃん、はい、声もガンちゃん、はい、匂いもガンちゃん。ガンちゃんやねえかよそれ。ガンちゃんや。でもなんかそういう活動してない人。じゃあ誰。いない。じゃあこの世界にいないけど、あの、なあちゃんが彼氏オーディションやったら、そこら辺にいる、まあ、クラブにいそうな、うん、中の上ぐらいの男がいっぱい多分募集してる。一番苦手。クラブにいそうな価値みたいな人は苦手。俺クラブにいそうな顔が、うん、俺はそのどんな子にも優しくて、まあ、平均的に言ったら上の中ぐらいの人じゃない。変わった。大丈夫か。え、大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。一応119呼ぶ。すいません、大丈夫ですか。大丈夫ですか。やばい、反応しなかった。うわぁ。マジで言ってる。嘘嘘嘘。言うわけだよ。あ、でもね、負傷者の方の付き合いのありですか。ありです。今、夢与えた。なし。いや、人による。でもさ、なんかさ、失望されそうで怖いけど。マジでなあちゃんこのままだから。そうだもんだけど。いや、なあちゃんこのままじゃないよ。このままか。いや、裏ではもっとひどいかもしれない。真似してみて。カチーカチーリンゴカチーあっ、炎上するタイプの虫系かも。ガチじゃない。いや、ちょっと誇張したけど。ガチで、ザコしか。ちょっと誇張したけど。じゃあ、ガチでなんちゃんやるね。じゃあ、なんちゃんはね。いつものやつやるね。はい、いつものやって。カチーナチ、今日巻き巻きナチ部どう。
はいね、かーち、はいね、聞いてんの、聞いてる、はい、かーちりんご、今無理、かーちマジこれだけど、なーちゃんにはね、2種類いるんですよ。4歳児なちぶと24歳なーちゃんがいるんですよ。かわいいかわいいって思うのは4歳児なちぶなんですけど、その俺がなんか対応冷たかったり、なーちゃんがもうお腹空いたりして機嫌悪いと24歳なーちゃんになって、もうどっちでも冷たいみたいな、ツンツンなーちゃんね、あんたもう二重人格だよ、たまに怖いもん。まあ、動画中は基本4歳児なちぶだけど、そのスイッチ切ったタイミングっていうのはツンツンするからね。それ今言う必要ある、これっすわ。たまにあるから、喧嘩するときとかね。せーの、次続いて、好きな YouTuber は、はい、コムドット、レイクレ、あとウィナーズメンバーの全部のチャンネル、その他いろいろ、はい、レイクレ、コムドット、森家の日常、マキリカ、はい、マキリカ十分ね。僕も結構いろいろ見ますけど、特に見るマキリカにさ、50都道府県あ、バカバカやめとけ、あれ絶対やばいって。あれ、ちなみに自腹だよ、マキ君のお金でじゃあ、だったら参加するか。いいね、絶対やべ、待って、俺ご飯の時間もう7時7分になった。7! 続いて、はい、これが一番多かったです。はい、裏でこっそり付き合ったりして実は別れてないと思ってる、実は復縁してる説、はい、こんな感じでいっぱい復縁してるんじゃないか、もう付き合ってるんじゃないか、これいっぱい来てました。真実を話しますか。ついにバレてしまったよ。まあいろいろね、動画とか見てもらったら最近なんか2人距離近いなとかいろいろあったと思うんですけど、実は僕たち、せーの、復縁してません、ね、してません。そんなさ、騙すようなことしないです。復縁したらちゃんと報告しますし、今はしてませーの、せーの、せー、復縁してないですね、まだ。まだっていうか、まだっていうか、まだ、あの、私も焼かれてるまだっていうか、復縁してません。これめっちゃ良かったですね。そう思うんだね。まあ仲良すぎて、もうカップルじゃんと思ってる新しい視聴者の方とかもたくさんいますし、本当にちょめちょめとかもしてないし、だってさ、この前めっちゃおもろかったのがさ、こう言っていいのさ、なんかアパレルの撮影をしたんだよね、はい、結構まだ出てないと思うんだけど、はい、それの時になんかちょっと手つないでみようか、あーあったね、言われて、カメラマンに言われたの、ね、手つないだの、めっちゃ久しぶりに、したらなんか2人ともね、めっちゃ顔引きつって緊張しちゃってね、緊張したのよ、久しぶりに手つないだの、手つないで、なんか緊張してってぐらいガチで付き合ってないんですよ。はい、で、あとはあれですね、別れた後勢いで一晩過ごして、そう、これも多かったです。まあまだやってるやろっていう、出たら手繋いだぐらいで恥ずかしくなんない。そうですね、逆になんでないんだろうね、不思議なぐらい魅力がないんだろうねお互い。でも最初の頃よりは別にちょっと見え方変わってきて、なんで、最初はもう全くエロい目で見てる。いや違う解散、全くそういう目では 100% 見えなかったけど、今はその別に 5% ぐらいあるかな。キモい、そういう意味じゃないんだけど、キモい、そんなぐらい見てたもん。違うなんていう、感情の意味が変わった、意味わかる、なんか変態に見えてきた。やばい違うそう、なんていうの、一切友達としてしか見てなかった期間があったの。友達じゃん、友達以下だな、以下、あ、なんていうの、友達しかとしか、やばい友達しか見れなかった。だからなあちゃんの何にしろに対して可愛いなキュンみたいなの一切なかった、別れた直後とか特に、うん、けど最近は、うん、その例えばさ、ここで爆睡してる時とかあるじゃん、寝落ちしてる時、寝顔見て、あ、可愛いって思う時ある、そういう意味、あれですね、エロい目で見てない、見てるさっき太ももこうやって触ってきた。続いて、はい、なーちゃんのお気に入り写真1枚お願いします。今から見せる写真はもう1年前かな、そんな前、付き合ってる時のデート企画の時に撮った写真です、こちらです。言わんね、この顔このさ、キュウリ片手に持ってさ、カッパみたいな顔してる、ね、やめてもう、これが俺はずっと愛おしくてずっとこの写真を保存してる、ぜひ皆さん保存してください。これやだ、僕のお気に入りショップです。ということでですね、もう最後なので、最後はちょっとお互いに質問し合って、はい、終わろうかなと思います。ナチイコール、これさ、ガチで動画関係なしにめっちゃ気になること聞いてみ、はい、
気にしていますか。ペイすればいい。いやだって今日嘘なしって言ってたもん。じゃあ分かった、無反応にするから。でも話広げないから。全然ないんすよ、そういうこと。早く。リアル前。はい、続いて僕の質問です。俺と別れてから男の子と二人でデート行きましたか。え、それってさ、二人で行ったらデートって言うじゃないですか。友達でも普通に。うん、それは行きました。それせこいな、ちょっと今の。え、だってデート、今のせこいな。デートっていうか普通に二人で飲み行ったりとかする。あ、いいや、まあ、とりあえずじゃあ行ったのね。行ったのね、二人っきりで行ったよ。ちょっと気まずくなるからやめよう、こういう質問は。ということで、はい、あの最後にですね、こちら最後に使ってください。かけまらへの愛をお願いします。はい、これを最後語って動画締めたいと思います。はい、僕はですね、まあ、今3周年かけまら迎えられたんですけど、本当に視聴者さんに感謝していまして、俺らって TikTok から始めたじゃないですか。 TikTok から応援してくれる方もいるし、 YouTube 始めた時から応援してくれてる方もいるし、それぞれたくさんいるんですけど、最近別れたじゃないですか。うん、にもかかわらず応援してくれてる人とかいまして、本当に感謝してて、ここまで3周年ね、3年間走ってこれたのも本当に今見てる視聴者さんのおかげでもあるし、俺結構ねアンチひどかった時期あったじゃないですか。なんでお前ら YouTube やってんの、なんで付き合ってないのに早くやめろよみたいな辛い時期たくさんあったんですけど、その時もその今見てくれてる視聴者さんが励ましてくれたり、毎日 DM くれる子がいたり、メンションとかもね、そういう子に本当に励まされてここまで来れました。もちろんね、今後も今親友としてですけど、なあちゃんとね、かけまるの活動頑張っていくので、これからも応援お願いします。お願いします。これからもたくさんいろんなこと挑戦していくので、はい、まあ、イベントだったり、またなんかアパレルとかも頑張っていきたいと思うので、ぜひかけまるの応援をお願いします。お願いします。本当にみんなに支えられてます。うん、本当に感謝してます。大好きです。なあちゃんはなんか本当に別れてからもうなんかやめたくなる瞬間がたくさんあって、はい、YouTube とかそういう活動をね、もうなんか外歩くのも怖いみたいな、結構そういう DM とかも来てて、なんかそれでも気にしないでねとか、あとなんかイベントを結構そのすぐやったじゃん、別れてから。まあそれはしょうがなかったんですよね、日にち的に。そうそうそう、決まった状態で俺は別れちゃったから。そうで、すぐやったんだけど、まあ、それでも来てくれてる子はなんかアンチとか負けないでくださいみたいな言ってくれて、なんか一緒に怒るっていうかさ、なんか本当ありえないみたいな感じだったね。うん、そうだからなんか本当にファミリー。確かにファミリー。あのね、なんかなんて言うんだろう、無償の愛がある。愛くるしい、本当に、はい、それこそ誕生日もあったからつい最近、もうそういうので動画とか作ってくれたり、長文送ってくれたり、人のために時間使ってくれるのが素晴らしいと思う。1時間半かけて動画作りましたとか言うからね、うん、本当にすごいよね。そうだからね、本当にみんながいなきゃここまで活動できてないなってなっちゃんも思いました。はい、だから本当にいつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。みんなが応援してくれる限り、一人でもね応援してくれる子がいる限り頑張ります。はい、はい、頑張りましょう。みんなを笑顔にしましょう。そう、みんなから笑顔もらってるので、笑顔にしましょう。頑張りましょう。頑張ります。いつもありがとう。はい、ということで以上3周年記念質問コーナーでした。イエー、久しぶりに質問コーナーした。そうですね。ということで、かけまる仲良しだなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok にもらってる人もぜひお願いします。あなたがいつも締めるやつ、そのなんちがやるやつやって。今日のピックアップ TikTok はこちら。自分が悪いことした時にさ、人の悪いところ見つけるのやめな。機嫌取ってる。じゃあ見てみて。メロンさ、あ、これ俺のだ。なんで？
え？ありがとう。え？ありがとう。どういたしまして。機嫌取んなよ。じゃあ返して。ちょっとは機嫌良くなったけど。いらないの？じゃあいる。じゃあ食べて。おー、カクテルか。なあ、そんな振るもんちゃうって。それカクテルか。ベビータッピ真ん中に開ける。うん、じゃあ俺行くね。なっちゃん、なっちゃんなっちも行く。一緒に行く。一緒に行こう。ついていく。一緒に行く。ダメ、嘘だよ。なっちゃんの知ってる子だよ。今日デートだった。嘘でしょ。俺もなんだけど